釣り具界のバカ、川辺です。何やってるか、ゲイリー山本っていうルアーを販売してます。あとは千葉のサーフィンやる連中とサーフィッシャーズとかで遊んでます。スノボも最近9年ぶりにやりだしました。バックカントリーに入れるように、得しています。琵琶湖だと今流行ってんのがハートテールですね。まあ非常にシャートテールですけども、脳進化でやってもバランスが良くってしっかりフッキングができる。脳進化でやった時にフッキングできるシャットテールがないんで作りました。非常にいい感じで釣れてるので、いいかなと思います。あと琵琶湖の餌って言ったら 6.5 インチのカットテールですね。ノンネコリグ、この辺は琵琶湖行く時は、一つ揃えてる方が、楽しめるんじゃないかなと思います。長ければ切ればいいんで 6.5 だけでいいですから、持ってってください。ゲイリーは、塩が入ってるんで、他のものと比べて非常に食いつき、それから波動がいいんですよね。専門的に言うとその波動っていう部分になるんですけど、マテリアルが、生命体マテリアルと、呼んでますが、なんか知んねえけど、バスが非常に好むっていうような、波動であるとか、なんかミステリアスな感じで、すげえ日本に入ってからもずっと釣れ続いてます。もう30年ぐらい釣れ続いてるんで、安心して、使っていただけるんじゃないかと思っております。ルールって危険かどうかっていう、例えばライフジャケットつけるってあるとか、そういった基本路線、あと人がやってるところにズカズカ来ないとか前通らないとかルールがあるじゃないですか。基本ドロッピンしねえとか、そういうさところだけは守ってほしいなって思います。以上、川辺でした。さようなら。